キャスター角谷暁子の角が立つほど伺います。さあ、ということで今週も始まりました。コンスタントに最近更新できていますね。はい。だんだん季節も春めいてきましたが、やっぱりなかなかコロナウイルスの影響が収束、兆しが見えないということで、ですが今回のお話としてはちょっと兆しが見えてくるかなというところを伺っていけたらと思います。はい。さあ、まずこの番組はですね、毎週土曜日の朝9時30分から10時30分に7チャンネルの BS テレ東で放送しています日経プラス10サタデーニュースの疑問の番組内でお伝えしきれなかったことをお伝えしていこうというコンテンツです。山川さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、では早速今日のテーマ、お題を発表します。こちらです。コロナワクチン本当に効くの、ということで、このワクチンがこのコロナの影響を収束に向かわせてくれるとみんな期待をしているわけですけれども、その実際のところリアルを伺っていきたいと思います。日本でもついにファイザー社のワクチンが到着して、医療従事者への先行接種も目前ということで、そんな中改めてお話を伺うテーマ、そしてゲストがこちらです。今日お話を伺うのはアメリカエモリー大学小児感染症学科医師の上谷聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、上谷さん、今アメリカにいらっしゃるということですよね。そうですね、はい、はい、どちらにいらっしゃるんでしょうか。私はその、ジョージア州アトランタというあのアメリカの南部 の、まあ、あの都市にいまして、そちらの、はい、大学病院の関連の子ども病院で、小児科小児感染症科の、まあ、医師として、まあ、子どもたちのですね、はい、あのコロナに感染した、子どもたちの診療に携わっている一方で、はい、まあ、国の、機関の、ワクチンのですね、まあ、あの評価部門の研究者として、あの新型コロナウイルスワクチンの臨床、試験などに、携わっています。はい、ということで、その、まあ、臨床試験や安全性の評価にも携わっていらっしゃるということなので、うん、よりリアルなお話をたくさん伺っていけたらと思っております。それでは、あの私が疑問を紙に書いて今から出しますので、上谷さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では一つ目がこちらです。有効率 95% ってすごいの、と書きました。あのすごいというのは数字を見たら分かるんですが、その実際のところというのを伺っていきたいと思います。まずはこちらご覧ください。日本が契約している3社のワクチンですね、アメリカのファイザー社、イギリスのアストラゼネカ、そしてアメリカモデルナということで、種類もそれぞれ少しずつ違っていて、そして調達量、まあ、契約の数も違います。さらに保管の温度の違いというのも問題になっていますよね。その3社なんですが、有効率というのも出ています。こちらです。まあ、予防する効果はどれぐらいあるのかというので、ファイザーの数字が 95%、 そしてモデルナが 94.5%、 アストラゼネカが 70.4% ということで、まあ、あのインフルエンザワクチン、日本では打つのがもう一般的になっていますけれども、 30% から 60% ほどの効果ということなので、数字を見るととっても高く感じるんですが、そうですね、まあ、特にメッセンジャー RNA と言われているこの2つね、ファイザーモデルナ高いですよね。そうですよね、うん、この3社のまあ種類も含めて、この有効率の数字というのは上谷さん、どのようにご覧になってますか。そうですね、あの当初その世に出していい、まあ最低基準 の、 その有効率がまあ大体インフルエンザぐらいあればまあよしとしようと、してた中でですね、もうその予想を圧倒的に上回る、もうあの2倍ぐらいですね、まあ、95% ということなので、うん、まあ、これはもう本当にあの結果が出たときはあの、まあ研究者だったりだとかですね、あの皆さん本当に喜んでました。あの本当に予想以上にあの高い数字だということ で、はい、でまあ、これどういうことかというと、まあまあ、大体こう打った方が1万人いまして、で打たなかった方が1万人いて、でその2人の、あの2つの、そのグループをですね、まあ、あのコロナウイルスにかかって発症するかどうかっていうのを調べるのが最終試験なんですけども、そちらで、まあ、打った方は、まあ、5人程度、で打たなかった方は、まあ、100人ということで、この発症するその、割合ですね、割合を比較したところ、まあ、100のところ5というところで、まあ、95% だということが分かってます。で、これだけ聞くと、あ、まあそれぐらいなのかなって思いますけども、これ実はあのより大きい数字になるとものすごいこう分かってくるんですけども、例えば、
1万人の方が打ったとしたらですね、まあ、その中で発症する方っていうのは500人程度に、縮めることができると。で10万人ですと、まあ、たった5000人にしか発症しないと。10万人発症しているところを5000人に抑えれることができる。つまりその9万5000人の方は発症せずに済むというふうな、まあ、簡単にちょっとその 95% というのをイメージしますと、そういった形になります。はい。でも日本ではまだこのワクチンの接種というのは行われていないんですけれども、ワクチン自体が日本人にも効果がそもそもあるのかというのは、そのあたりどうご覧になってますか？まあ、これはですね、人種によってワクチンの効果が違うのかっていうところになると思うんですけども、はい、今までの、いろんなワクチンがこう世に出てきていますが、人種でですね、こう効果がどの人種がこう見劣りしてしまうとかですね、そういったことは今まではなかったんですね。で今回のワクチンも新しい技術とは言ってもですね、アメリカ等で行われた臨床試験ではもう1000人以上のアジア人の方が含まれていますので、じゃあアジア人とその日本人が、細かい違いがあるのかって言われるとですね、そこは基本的にはそういったことはないだろうというのが専門家の 見方です。ただですね、それと気持ちはちょっとやっぱり違うんですよね。自分の同じ人種の方がどれだけ打ってるのかっていうのは、その気持ち的に安心材料になるの で、例えばアメリカでもですね、この試験を始めた時に、もうどうにかしてそのいろんな人種の方を含めて試験をするようにというのは ものすごくずっと言われてですね、言われてきました。なのでアジア人もものすごい含まれてるんですけども、なので日本人もそのファイザー社でモダルナ社もですけども確認してるというのは安心材料にはつながるんですけども、実際の効果としてはもうほぼ分かってるということを言っていいと思います。そうなんですね。あともう一つ気になるのが、このワクチンを接種してその抗体がどれぐらい続くものなのか、効果はどれぐらい続くものだと考えたらいいんでしょうか？そうですね、まずはこの、効果があるかどうかというところが分かったというところで、まず、非常にこう嬉しい結果だったんですけども、ではそれがどれぐらい続くかというのはもう次の課題になると思います。で今現在進行形で各社とも調べているんですけども、論文としてですね、世に出されたデータとしては、最低でもその2回目接種から3ヶ月はですね、十分な抗体が、あるということ でそこからこう換算して、あとどれぐらいこう続いていくかっていうのは、今見てるところなんですけども、当初その懸念されてた期間とは比べてもですね、より長い持続性があるのではないかというところは予想されてます。ただそれが最終的にどれぐらい長いのかというのは今現在調べているところですけども、これはインフルエンザみたいに毎年結局打つようになりそうですか？それがですね、そうなるかもしれません。そうなるかもしれませんし、もしかするとよりもう少し長いスパンで打つことでも持続性が保てるということになるかもしれません。我々が試験始めたのは3月下旬なんですけども、そのデータがもうようやくあともうちょっとで1年ぐらいになるので、そういったデータが今後出ていくんですけども、1年2年続けばなんて言うんでしょう、インフルエンザみたいに短い期間で打つ必要がなくなる可能性もあるんですけども、ちょっと今のところはですね、今現在調べているところで、今後どんどん分かってくると思います。単刀直入にこれぶっちゃけで質問なんですけど、アストラゼネカとファイザーで有効性だいぶ違うじゃないですか、ファイザー打った方がいいんですか？もうこれは本当に鋭いと言いますか、おそらく皆さん数字から見るとですね、やはりこの9割とこう7割だとだいぶ違うんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、一番大事な点はですね、死亡例、重症例を防ぐというところがもう一番大事になると思います。症状が出てもそれほどその重症にはならなければですね、良しとしようというところといいますか、一番その重症を防ぐというのが一番
ゴールなんですけども、その目線からいくとですね、各社ともにそんなに違いはないんですよ。どのワクチンも今のところは有効ですので、なのでもちろんその選べるんであればですね、そのご自身の希望に合わせてというのも考えられるんですけども、ただこういったもう供給自体がですね、かなり限られている段階で、もし目の前にアストラゼネカさんのですねワクチンがあって、で他のワクチンが今手に入らないというところはですね、いやそこでこう躊躇してワクチンを打たないってことになるとですね、やはりその重症化が防げるという効果をみすみす逃してしまいますので、そういった意味ではですね、やはりもうワクチンが打てるのであればまず打っていただいて、で最悪の事態をどのワクチンでも防ぐというところに標準を当てていただければいいかなと個人的には思います。ちなみに変異ウイルスに関してはこのワクチンで効くと考えていいんでしょうか。これはですね、先ほども申し上げましたように、その変異の型によるかと思います。イギリス型はどうやらどのワクチンもですね対抗できそうなんですけども、この南アフリカ型、そしてブラジル型ですね、こちらの方はですね、よりその変異が少しこう厄介に、なってきそうだっていうところは懸念されているんですけども、まあ、今出ているその研究結果がですね、全てその ほとんどがですね、まだ査読前、つまりその同じような専門家によってですね吟味されたデータではないのでですね、こう確定したことは言えないんですけども、こう免疫はですね、こう抗体という武器と、あとT 細胞という細胞自体がですね、その感染した自分の体の細胞をこう処理してですね、するという、その細胞と抗体っていういろんなこう、まあ、兵隊がいるんですよ、はい、なので抗体がたとえ例えば下がったっていう報道があるかとは思うんですけども、一方でこの細胞がちゃんと変異ウイルスでも認識してくれればですね、抗体がダメでも、飛び道具がダメでもですね、直接こう歩兵でこう倒しに行くっていうことも可能なので、こういったこともですね、今本当に現在進行形で調べられていて、徐々に分かってくると思います。なのでもう悲観的になる必要は今の現時点ではですね、まだそのちょっと早いかなと、今後のデータを見ていく必要がありますし、各社ともですね、この変異がじゃあそのいよいよワクチンの効果をですね、こう逃れてですね、勢いを増してしまうということが分かったような未来に備えて、各社ともですね、その変異用のウイルスに対してのワクチンをですね、まあ、少しこう設計図を書き換えるだけでいいので極めて迅速にできますので、そういった対応も先手先手で今行っている状況ですので。はい、分かりました。そして続いての疑問がこちらです。実際打ってみてどうでしたかという質問なんですが、雷さんワクチンを打たれたと伺いました。ファイザー社のワクチンを打たれたということでしょうか。そうですね、はい、もう私はその独立したその、研究者としてですね、いろんなワクチンをこう評価してきましたし、モデルナも評価しましたけども、自分のエモリー大学の大学病院に一番最初に届いたのがファイザーワクチンでしたので、もうなんて言うんでしょう、僕も最前線でコロナに感染した子どもたちを診療してますので、もう特にその選択の余地なくといいますか、もう来たものをもうありがたく打ったという状況です、はい、実際打たれてみてその感覚というかどうでしたか。そうですね、打った、まあ、場所がですね、まあ、筋肉注射自体はですね、皮下注射よりもですね、実は局所の痛みっていうのは少なくて済むということが言われてますので、打った時には別に何ともなかったです。もう終わったんだっていうぐらいでですね、でその後ワクチンの成分 でこれ僕よく言うんですけども、はい、療薬は口に逃がし、先に言ったようにですね 95% も効果のある、ワクチンですので、
それなりにその体の免疫をこう活性化させるんですね、元気にさせると、はい、でそういった反応がこの、打った場所の、腫れだったりだとか痛み、もしくは、まあ時々そのお熱が出たりとか体がこうだるくなったりとか、そういう体がこうワクチンに正常に反応して起きる反応っていうのは出てきます。なのでこう苦いんですけども、まあそのね、9割5分こう防げるっていうことを考えるとですね、しかもこういったその今そうですね、この痛み等の頻度が出てますけども、はい、割とそう頻度としてはやはり多めにあります。ただ一番ポイントはですね、この頻度というよりもその程度になります。程度がですね、うん、そのほとんど臨床試験をして分かっているのが、ほとんどが、軽度もしくは中等症の痛みでして、僕の場合はもう本当にもうごく軽度ですね。その打った日にちょっと痛いけど次の日寝たらもう良くなってたっていうぐらいでして、そういった方が、まあ大部分になります。で大体の方が、数日以内にそういった症状が、まあ、僕みたいに引くということが分かってますので、うん、まあ、長くてもまあ5日から7日、まあ、そういったところで、まあ、基本的にはこう何か残るっていうふうなことではないですので、うん、まあ、それを考えるとやっぱり喉元、苦いこう喉元を過ぎていけば、うん、9割5分のこう、なんて言うんでしょう、免疫がもらえると思えばですね、まあ、ちょっとこう、うん、なんて言うんでしょう、まあ、私はこう、まあ、我慢してこれは打った方がいいなと思いましたね。で少し気になる数字がありまして、イスラエル接種が進んでいますけれども、そもそもまずイスラエルの接種の状況というのがこのようになっています。233万人が2回接種を終えているということで、国民の4分の1の計算になりますよね。ただ感染者数見てみますと、12月18日ワクチン接種開始してからその後ピークをつけて、今もそこまで大きく減少しているようには見えないですよね。減ってはいますけど、もうかなり接種は進んできたようにも見えますから、もっと、ね、期待していたというか、もっと減っていくんじゃないかと思ってるんですけど、はい、でこういうのを見てみると、そこまで大きく減っているようには見えません。やはり注射を打つだけではダメで、その後の行動の変化が起きないと、やっぱり感染者っていうのは減っていかないのでしょうか。その感染予防という意味なのか、発症を抑えるという意味なのか、そのあたりはどうご覧になってますか。そうですね、まずその今分かっているのは、コロナにたとえこうかかったとしても発症しない、重症化しない、うん、そういった効果はもう確実に分かってますので、はい、おっしゃる通りなんですけども、例えばその無症状 の, その、感染をじゃあいかに、これらのワクチンが防げるかっていうのはですね、重症化もしくは発症を調べる試験よりもより少し複雑といいますか難しくなりますので、今現在調べているところなんですけども、動物実験等で分かっているのはこうワクチンを打った猿ですね、はい、まあ、人間と同じ哺乳類の猿でウイルスの増殖がすごくこう抑えられていて、鼻のウイルスも打たなかった方に比べると劇的にウイルスの数が減ってるっていうことなので、こういった情報からはですね、今後のデータも私は私だけではなくてですね、世界中 の, その専門家が期待はしているんですけども、その先ほど の, そのイスラエルその全体として の, その感染者数が目に見えて減るっていうのにはですね、まあ、やはりそのある程度の大多数の方が接種する必要があります。その3割4割ではなくて大体、はい、まあ、最低でも6割7割の方が打たないとですね、そういった目に見えた全体の形で見るのは目に見えて効果があるというのはそれぐらい打たないと見えてこないです。ただ、うん、ただやっぱりですね、その打った方個人その方は9割5分守られてますので、まずは個人で自分ご自身ですね、ご自身が、まず打って守られるっていうところにまずはフォーカスしていいんじゃないかなと思いますけども、まあ、ただ日本も夏にオリンピックを開こうとしている中で集団免疫がつくには6割から7割接種が必要となると本当に急ぐべきものだなと感じるんですが、ここで3つ目の質問をさせていただきます。こちらです。天秤の絵を描いてみました。打つリスクと打たないリスクを天秤にかけた絵なんですが、先ほど副反応のパーセンテージも見ましたけれども、その他にも
アナフィラキシーの反応が出てしまうというのも少ない割合ではありますが、想定されるということですよね、うん、こういった症状が出て、その発生頻度としては100万回あたりファイザーが5回、モデルナが 2.8 回ということで、まあ、対処方法もあるということなんですが、こういった副反応もやはり打つとなると気になるところではあると思います。で、天秤の図が出ますでしょうか。今私の絵でも書きましたけれども、このワクチン接種副反応と打たなかった場合のコロナによる重症化、さらには後遺症で、まあ、信用できるのかなという、まあ、個人の思いもありますよね。このするしないの天秤、どのように考えるべきでしょうか。はい、そこは極めて重要なところですね。絵も素晴らしいと思います。で、ありがとうございます。はい、ですね、まずその打つリスクっていうのはやはりですね、目が行きがちなんですよね。ワクチンを打つってなると、じゃあ副反応はどうなの、副作用はどうなのっていうふうな形になりますけども、それがやっぱり少なくても怖いから打たないってことになるとですね、じゃあその副反応のリスクっていうのは免れますけども、はい、じゃあそこを避けた後に待ってるのは、実はそのまあ、免疫のないままですね、コロナウイルスがいる世界で、免疫がないままそのコロナウイルスにかかってしまうリスクっていうのを受け取ってしまうっていうことなんですよね、はい、そういう中で打つリスクで今分かっているのは、どのワクチンでもどのお薬でもあり得る重度のアレルギー反応、体の中に異物を入れる以上ですね、どんな薬でもどんなワクチンでも起こり得るこの重度のアレルギーが起こることが分かってます。で、これはですね、100万人に、まあ、3回から5回、5人の方に、まあ、起きると分かっているんですけども、一方で、コロナにかかった時にですね、例えば、まあ、最悪の事態としてその死亡率ですね、感染した中の方で、死亡してしまうリスクっていうのは、これは 1% から 2%、 大体まあ 1.5 ぐらい、日本はそれぐらいだと思うんですけども、この 1% とですね、先ほどの100万分の5っていうのはですね、 0.0005 とか、そのゼロが随分その、あります、はい、なのでこれをこう天秤にかけたときにですね、でアナフィラキシーも、まあ、先ほど対処療法あると言いましたけども、その治療法が確立されていて、でアメリカ今4000万人以上打ってますが、アナフィラキシーによる死亡例というのは法律報告されていません、うん、やはり、こういったそのアナフィラキシーが、過去にある方だったりとか、そういった方はこうより長めに観察することで、その症状を早期に発見してですね、このアノデナリンの、筋肉注射だったりだとか、そういった適切な対応をすればですね、治療が可能になってますので、もちろんその重度の反応ですので、それ自体は大事なんですけども、先ほど言ったそのコロナって気管内挿管をされて、で最悪のケースでは死んでしまうということが実際に起きている、この打たないリスクと比べてですね、こう、リスクがあるといっても、100万あたりの、数回ということで、しかも治療法があるっていうふうなリスクとこう天秤にかけたときにですね、まあ、やはり、まあ、私個人は打ちましたけども、95% の、発症率予防、そしてさらに高い重症化予防のメリットを考えるとですね、やはり私はワクチンを打つこうメリットと、それに伴う極めて低いリスクを、取るという判断をしたわけですけども、若い人にね、啓蒙するのがとても難しいなと思うんですよね。その、まあ、一つは若い人は、まあ、そう重症化とか死んだりっていうリスク自分はないしってまず一つ思う。それから日本の場合、まあ、今ちょっとこう感染者数も収束少しまあ減ってきてるっていう中で、この先本当にこ うまくいって、感染拡大が防げて感染者が減れば減るほど、まあ感染もそんなに広がってないし、自分は重症化することもないし、それだったらもう面倒くさいから打たないっていう感覚に若者はなりがちだと思うんですけど、そこについてはいかがですか。どう説得していったらいいのか、どうですか。そうですね、その先ほど の打たないリスクっていうのは、やはり年齢だったりだとか、
持病を持ちか否か、こういったことで変わってくる、変わってきます。で、山川さんにご指摘いただいた通り、その、まあ、若い方はこの、高齢者に比べてですね、確かに死亡率だったりとか、そういったのは低いんですけども、まあ、やはりそのですね、先ほど言った変異ウイルスだったりだとかですね、こうまだ未知のですね、ことが起きうる段階です。なのでですね、アメリカのファウチ所長ですね、こういった感染症の、リーダーの方もですね、言ってるのは、この変異ウイルスを起こさせないには変異させないこと、それはつまり何かっていうと、変異させるこう間を与えずにですね、ワクチンでもう免疫をつけて、マスクや手洗いをして、こう人にうつさない、この変異のこうチャンスを与えない、そのうちにこう一気にこうやっつけてしまうといいますか、抑え込んでしまうということが極めて大事な戦略になると思います。でそういった中でですね、やはりこう、ワクチンを打たないということはですね、コロナにかかるまで免疫がつかないということですので、ずっとかかるリスクがあるということなんですよ。なので今は僕は大丈夫だから心配ないって言った後にですね、例えばこれから経済がどんどんまた再開して、いろんな国の人の行き来が始まった時にですね、やっぱりこういった新しい変異ウイルスが日本に入ってきた場合に、やはり、まあ、免疫がないとですね、もうかかるリスクが常にある状態ですので、うん、やはりそうですね、そういったことを考えると、たとえその重症化のリスクが低いといっても、今後どうなるかわからないので、その備えをしておこうって考えていただくのが一番、ご自身のそのですね、健康を守る、あてはその周りの方々ですね、うん、ですね、を守るということにつながると思います、うん、本当にそのリスクをしっかりと見極めて自分で判断を するべきということですよね、うん、まあ、あと後遺症もありますからね、はい、若い人 ね、うん、あとはそもそもワクチンがしっかり日本に届いて、うん、そこですよ、広がっていくのか、みんなが接種できるようになるのかというところも見届けていかなければいけないですね、はい、上谷さん、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、日経プラス10サタデーニュースの疑問は BS テレ東で毎週土曜日朝9時30分から放送しています。ぜひご覧ください。そしてツイッターやフェイスブックで皆さんからの疑問や取り上げてほしい話題なども募集しておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。ということで、キャスター門谷亜希子の角が立つほど伺います。本日はここまでです。ありがとうございました。